はいさーい、龍活中ののりとです。今日はですね、久しぶりの龍活個人動画企画ということで、それぞれ動画を回しております。僕は何をするかと言いますと、持ち物紹介本番の日の準備編ということでですね、まあ僕らも本番に向かうまでに、もちろんこの楽器ことだったりとか、それから衣装だったりとか、いろいろ準備するものが細々ありまして、その本番に向かうまでのというか道具の紹介を兼ねつつ、どういう風に準備してるのかなっていうのをお見せしたいと思います。ということで、まずは着物を畳んでいきたいと思います。こちらはですね、普段我々が琉球古典音楽を演奏する際に着用するクルチョウという着物なんですけれども、まあ、琉球王国時代の正装ですね。今でいうスーツみたいな感じなわけです。こちらがね、結構ね、その着丈よりも長くて、お発し折りしないとね、ちょっと着れないんですよ。だから結構畳むのもちょっと大変です。と早速畳みます。はい、ということで着物を畳みました。はい、ということで、まあ、本番の日の衣装としてはだいたいこんぐらいですかね。持ち物はクルチョウ、さっき畳んだ着物と、こっちはジュバンステテコといって、そのまあ今でいう肌着みたいなものですね。あと足袋と、それから腰紐が5つ、腰紐入れと、でこっちがウフ帯といって、そのクルチョウを着る際の、まあ、帯ですね。まあ、これ、だいたいね、一本の帯で、7メートルぐらいあるのかな？これ一本を巻いてですね、帯を締めております。で、ちょっと、まあ、ここでポイントとしては、まあ、腰紐がね、こういう風に五角形になってまして、なんかこういうみんな畳み方をするんですよ。こういう風に交互に巻いて、なんか、五角形に、コンパクトに、みたいな感じで、やってるのがポイントですかね。で、この腰紐入れなんですけど、中にはエリシンが入っていて、まあこれはですね、ちょっと僕のポイントなんですけど、腰紐入れの、こうやって、はい、まあこういう風にね、中にエリシンを下に敷くと、こういう風にちょっと土台っぽくなるので、で、この中に、その、こいつらをね、こういう風に収納していくという僕なりのポイントはあります。そう、結構これがね、いいんですよ。まあこんな感じです。ということで、衣装のラインナップはこんな感じです。あと衣装はだいたいその瓶型の風呂敷にね、包んで持っていきます。こういう感じでスーツケースに入れています。はい、あと大事なのを忘れてました。こちらですね、クルチョウハチマチには欠かせないハチマチです。まあ、帽子みたいな感じ。これもね、もう忘れたら大変です。結構忘れがちだけど、危ねえ、忘れるとこだった。はいはい、あと琴のグッズはこんな感じです。まあ、これが琴地ですね。これが琴地と、あとこいつもね、琴地なんですけど、そう、これはちょっと形がね、ちょっとだけ違うんですよ。ほら、この足の形がちょっとだけ違っていて、こっちはその富士山みたいな形、こっちは結構ストレートな感じで、まあね、これ音色がちょっと違うということで、まあ、この左の方はちょっと演目数が多くて、調弦が多い時にはちょっと駒倒れとかが心配なので、安定性のある左の方を使っています。でもね、一曲がっつり弾きたい、ガツンと弾きたいっていう時は、その右の方が結構すっきり
音が出る気がするので右の方を使っています。そんな感じです。で、あとはこっちがこのその琴をね立てる金台と呼ばれるものなんですけど、これですね。こっちが琴の台で、あとこっちは猫足といって、そのまま琴につける足ですね。これも忘れたら大変です。そして最後はこっちですね。これが爪。沖縄の場合はね、こんな風に内地のお琴とは違っていて、ここ見えるかな、結構丸っこい楕円形というのかな、なのが特徴です。はい、ということで琴の用品はこんな感じです。あとセッタ、これもね忘れたら外歩けないので大変です。これ入れ物は実は手作りで、私の母親が作ってくれたものです。結構気に入ってます。というわけで持ち物としてはこんな感じです。これを今からスーツケースに詰めていきます。ではちょっとスーツケースに詰めていきます。クルチョウとクルチョウ、それからステテコ、ジュバンステテコをねこちらに入れております。で、そして内側にはまずはウフオビ、これを入れます。こういう感じです。はい、そしたら次がこちらの、もうね箱がちょっとボロボロなんですけど、ハチマチね、ハチマチさんをここにこういう風に入れるんですけど、ちょっとこれはね一工夫で、このさっきの腰紐を僕はここのハチモチの中にいつも入れています。空間を利用するっていう感じですかね。はこの猫足をこんな感じで、ね、今年まあ一応まあ2個持つことはあんまないですけど、まあ、曜日というかその日の気分でということで、まあ、そして今年もねこういう感じで入れているわけでございます。はい、はい、ということで、本番の日のスーツケースの中身はだいたいこういう感じになっております。まあ右が衣装系、そして左がまあ小道具というか小物系という感じで僕は利用しております。本当にね、忘れ物した時のね焦りというかね、冷や汗はすごい。だからね、結構ね準備は本当大切です。前もってやることが大事ですね、何事も。はい、ということで今日はですね、持ち物紹介本番の日の準備編ということで個人動画をお届けしました。まあ本当ね、忘れ物はね結構怖くてですね、まあ、腰紐とかセッタとかだとその替えが利くというか、まあ、腰紐とかだとねみんなから借りたり、セッタもねスリッパとか履いたら一応は代用できるんですけど、ほんとハチマチとかウフオビをね忘れた時積みます。はい特に県外の時とかはね、もう入念に 2,3 回チェックします。じゃないとねもうどうしようもないんで、向こうに行ってなんかないとかなったら本当にもうそれこそねマジで首切られるかなと思うんで、結構準備は重要というのが結論です。ということで、まあちょっとね今回の動画は本番というか普段の演奏のとは違ったその少し裏側をお見せしました。ケンタさん、ケンタロウさんの動画も見ていただいて、もしよかったなと思ったら高評価とそれからコメント、チャンネル登録お願いします。ではまた。